ってます。田村智子さん、当該人物にとっては写真を撮ることが極めて重要だったんですよ。極めて重要だったんですよ。あのウズハウスは昭恵さんの個人的な事業なんです。でそこに淡路氏が資金提供をした、その見返りで招待されたこのウズハウスの屋上で総理との記念撮影まで実現することができて、桜を見る会での記念撮影と合わせて総理の写真が使われて、結果としてマルチ商法の被害を大きく広げてしまったんですよ。そしたらね、なんでこういう事態が起きたのか、私は総理は昭恵さんにもしっかり話を聞いて、私質問してるんですから、それに対してちゃんと答えるべきだと思うんですけど、いかがですか。安倍内閣総理大臣、今こういう時期だけど桜を見る会を取り上げないわけにいかないんです。それは政府の信用をガタガタとね落とし目、嘘がまかり通る、ごまかしがまかり通る、それをねそのまま許すような国会であってはならないっていうことをとても強く感じているからです。で実は4日の予算委員会、テレビの入らなかった予算委員会の中でも取り上げた問題をもう一度丁寧に質問をいたしました。取り上げた質問のはですね、こういう、これはですね、四つ葉ホールディングスといってマルチ商法です。クローバーコインという仮想通貨を大量に売って儲かるって嘘の説明をして、売った社長さんが、その社長さんだった時に安倍総理と、記念撮影を行ったと。こう隣ですから。でしかもちょっと首に下げてるのはですね、ゲストっていうふうに書かれたカードを、ネームプレート、プレートをですね首から下げての写真で、これが信用させてですね被害を拡大するのに大変、役立ってしまった。でこれがどこで撮られた写真なのかっていうことを4日の日の質問と、9日の日の質問と、本当2度にわたって総理に答えさせようとしたんですけど、これは下関にあるウズハウスという宿泊施設、ゲストハウスの屋上で、関門花火大会を見ている、まあその花火を見る会の中での、写真なんですけれどもね、このゲストハウス、ウズハウスというのは、安倍昭恵さんが運営会社の取締役ですし、そもそもウズハウスを作ろうっていうふうにやった株式会社チーム A は、代表取締役が安倍昭恵さんなんですよ。聞きましてもね、総理はなかなかね、ウズハウスって言わないんですよ。なんで言わないのかと思うんですけどね。で、ウズハウスは運営会社の取締役は昭恵さんですよねって聞いても、知らないって答えるんですよ。そんなに夫婦の会話がないんだろうかと、驚くようなですね、答弁で、ごまかそう、ごまかそう。なんかあたかもね、花火で不特定多数の人がいっぱいいる中で、たまたま撮られた写真で、こんな人全然知りませんよ、関係のない人ですよっていうことを、醸し出そう、醸し出そうという逃げの答弁だったのがよくわかるんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、やっぱやましいんですね。昭恵さん絡みで、この人桜を見る会にも参加してますから。昭恵さん絡みで、ウズハウスに資金提供して、この屋上に招待されたんですから。で、そういう人と写真撮っちゃった。昭恵さんの個人的な事業にお金を出した人。それが桜を見る会と繋がってる。で、そんな場所に総理も行っちゃって、いわば記念撮影というサービスまでしちゃったと。これマルチの被害広げたと。やっぱね、本当にズブズブですね。私物化が何をもたらすかっていうことが、これほどよくわかる問題はないんですよ。やっぱり新型コロナの問題も、それから様々な問題ももちろん追及します。だけど、嘘が許されるのはダメです。私物化が許されるのはダメです。そういう政治がまかり通れば、まともな危機管理はできないと思います。そういう思いで、今後もどちらも追及していきますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。